バリバラで放送した特集ドラマ悪夢。うわ、主役を誘惑する女性を演じた川除静香さん。人お化けみたいに嫌な男ね。社会の冷たい眼差しを変えようと積極的に表舞台に立ち、見た目問題への理解を訴えてきた。ドラマでは素顔を見せていた川除さん、しかし出かけるときはマスクが欠かせない。食事をするときもマスクをしたまま。川除さんは顔の血管の病気で生まれたため、これまでに40回以上の手術を繰り返してきた。さらに出産後、顔の血管の塊が破裂、これまで以上に鼻や口の形が変わってしまったことでマスクが欠かせなくなった。人の視線感じたり、子供からお化けみたいなことを言われたりして、すごくなんか傷つく。街を歩くだけで傷ついて帰ってこなくちゃいけない。そんな川除さんが自分のこと以上に心配しているのが息子のこと。学校でお母さんについて心ない言葉を言われたという。なんか顔が変やぞみたいな、悲しかったです。自分のことで家族まで苦しめているかもしれない。お前の母ちゃんあんな顔でみたいなことを、もしかしたらこの先あるのかなとは思っていたんですが、それが今やっぱり。車で移動する川除さん。知られていないことによって生まれる社会の偏見。川除さんは見た目問題を理解してほしいと3年前から一人芝居を始めた。舞台。昔から諦めなくちゃならないことが多かったから、この顔のせいで。少しずつでもいいから世間の眼差しが変わってほしい。それが川除さんの願いだ。この顔に生まれてきただけでも生きづらいのに、これ以上傷ついたら生きてなんていけない。あなたに私の気持ちは抜かりかな。あの見た目に確かにこういうような症状を持っていても、あの中身はみんなと変わらない一人の人間なんだよっていうことをやっぱり知ってもらいたいなっていうことを思いながらお芝居してます。